隅田川流行きずはるみゅとの分岐点である、大川端。両国橋より上流を望む東橋と駒形橋の、間の遊歩道から、隅田区川を望む隅田川に注ぐ神田川、勝戸木橋から、北側の眺め勝戸木橋、夜景、歌川広重隅田川は、東京都北区の岩淵水門で、荒川から分岐し、東京湾に注ぐ、全長 23.5km の一級河川である。 途中で、新菓子川、石神川、神田川、日本橋川などの支流河川と合流する。古くは、隅田川、角田川とも書いた。埼玉県川口市東京都北区、足立区、荒川区、隅田区、台東区、江東区、中央区あたり川の河道は、元は、旧入間川が、東京湾へ注ぐ、下流部だったが、江戸時代には、世外の結果、荒川の本流が流れた。 昭和時代に荒川の分流となり、隅田川が正式名となった。古代には、隅田川は旧都根川と旧入間川とが、現在の足立区千住明けの町付近で市川へ交流し南流して、東京湾に注ぐ稼働を指した。その西岸には標高10メートル以下の丘が点在し、古墳時代には古墳が作られた。また西の忍ばず池から流出した押し川が注いでいた。 一川への合流点より下流へ約1キロメートルの間の東岸は墨田と呼ばれた。合流点から2キロメートル下った墨田区向島5丁目北端付近より、下流はさすが散在する川口への分流地帯だった。東京湾へ注ぐ当時の主要河口への稼働は浅草方向へ向かう。現在の稼働とは分岐し横実県側の方向へ南東へ2キロメートル流れた後、 現在の横川と亀井戸との間付近で東京湾へ注いだ。ただしこの川口稼働は次第に土砂の堆積で川勢が弱まった。なお隅田川はこの川口稼働に至るまで武蔵国と下佐国との当初の国境だった。また南北 2km の合流区間は両国をつなぐ接点として重要で771年以降は下兎国を経て 北地国へ至る東海道が通り隅田川を渡船で、隅田へ渡った。835年の大乗幹部に、隅田川として記されており、宮と川などとも故障されていた。その後も、合流区間もしくは、分流地帯の都川、武蔵国、に、相模国と下佐国、北地国とをつなぐ、重要交通路で、例えば、さらしな日記によれば、菅原高末一行が都への帰任の際に溶かし、 武蔵国へ入っている9月。また、鎌倉時代中期の、と、はず語りによれば、隅田川には、橋がかかっており、現地の人は、隅田川を、須田川と呼んでいたとある。軍勢が通過した例は、全9年の役で、欧州へ向かう源頼地か、吉江が通過し、自称、樹栄の乱では、源頼朝が通過し、武蔵国へ入った10月2日。 中世以前の川口付近の稼働、徳川家康入府以前、首都高速6号向島線、向島入口付近からは、現在の鳩の町通り商店街と地蔵、坂通り商店街を土手とする分流が流れ、現引船駅付近を経由して、その先押上付近までにさらに3手に分かれ、大横川、横実験川、北実験川に、ほぼ沿う、形の河川があったとされている。 これらの河川富戸川、浅草川とも呼ばれた現在の隅田川下流のいずれが本流に当たるのかは現在判明しておらず、また、北条市所領役長に見られる江戸地域と加西地域の区分は現在の隅田川ではなく分流のいずれかが境界線になる。江戸時代に入ると、東橋周辺より下流は大川とも呼ばれた。1629年に、 荒川を入間川に付け替える世代により、隅田川の稼働は荒川の本流となった。またこの頃には、現在の川口への稼働へほぼ一本化され、江戸の周運に重要となった。横実県川の方向へ向かう流れへの分岐には、牛島堤が築かれ、締め切られた。浅草加町菓子、新流菓子、元柳川岸、浜町菓子、小野江菓子、稲荷菓子、港菓子、 船松菓子などがあった。明治末期から昭和初期にかけて洪水を防ぐために岩渕水門から川口までの荒川放水路が改作され、1965年3月24日に出された政令によって荒川放水路が荒川の本流となり分岐点である岩渕水門より下流の以前からの稼働は隅田川に解消された。小隅田川詳細は、 古墨田川を参照隅田川の上流の琴根川の古い河道の一部は、その後琴根川の本流が流れなくなったが、現在、小隅田川と呼ばれる二つの河川として河道が残っている。埼玉県埼玉市岩月区南平野で元荒川から分かれ、春日部市梅田で琴根川に合流する河川東京都、葛飾区亀有り付近で中川から分かれ、 葛飾区小菅で綾瀬川に合流する河川、隅田川派川は分流であり、永大橋の下流で分岐して、相生橋の下流で、晴海運河に注ぐまでの0 9トルを言う。江戸期において防備上の視点から河橋が制限されたこともあり、明治期頃までは多くの私によって両岸が結ばれていたが、交通量の増加に伴い次第に木橋などで河橋が進んだ。 大正期の関東大震災でその多くが被害を受けたために国の予算による震災復興事業として公共に掛け替えられた。政府は東京復興のシンボルとして隅田川の河橋を全体的な構想のもとに実行し復興事業の技術面での総帥であった帝都復興インド牧局長の大田窓香さんの部下で動員協力課長だった田中豊かにより 統一的なデザインモチーフのもと、それぞれ異なる橋梁形式が採用された。さらに、自動車時代の幕開けとともにより多くの橋の建設が行われた。それぞれが特徴のあるデザインとなっている。中でも、下流側に位置する永代橋と清洲橋が震災復興時に架け替えられた時は、永代橋を上に張り出すアーチ橋とし、清洲橋,橋を 吊り橋形式にして際立った対比性を持たせ構造技術面と環境デザイン面を両立させることに成功を収めている。近年では災害対策連絡橋を主とした橋や遊歩道的な歩行者専用橋などもかけられ、よりバリエーションが豊かになっている。徒歩で渡れるのは26橋で上流から下流まで歩くと6時間ほどを要するとされる。 歩行者通行可能一般不可、歩行者専用文学科伝統芸能絵画や銀ブナなどの淡水魚のほかに、河口に近い下流部には、サッパコの城スズキボラマハゼイなどの寄水魚が生息している。また、冬になると、ユリカモメが越冬のため飛来する。東橋より、上流のテラス部分には、水質浄化のために、足腹が作られ、小さな干潟を形成し、 黒弁系ガニや数多くの水生昆虫の生息地域となっている。また、白髭橋上流には人工的にワンドコロが作られ、ボラ、スズキ、マハゼ、黒弁系ガニ、テナガエビが生息し、それらを餌とするコサギやカワウが飛来している。セイロカタワーから見た隅田川の川口、水神大橋より上流300メートルの地点。松地山、浅草弁天山。 鳥越など隅田川東岸が下宇佐国葛市下だった。桜橋より上流500メートルの地点。牛島、受け地、柳島などの中洲があった。牛島は浅草、柳橋の対岸に2キロメートル以上細長く伸び、現在の墨田区横網から古墳時代の壺が出土している。谷口久茶市、低地の景観と開発、水の中世地水、環境、 この下宇佐国と武蔵国の国境を流れる旧、と根川の河道は、現在の琴と川の埼玉県加藤市ことより、川口より、下流、埼玉県かすかべ市の古住田川、越谷市の元荒川、三里市、八代市の中川、東京都足立区、葛飾区協会の古住田川、足立区、墨田区協会の旧綾瀬川であり、部分的に隅田川の名が残っている。その後、 荒川瀬が江後の1683年もしくは一説によれば、寛永年間に、下宇佐国と武蔵国の国境が変更された。埼玉県の小隅田川も合わせて考えると、隅田川とは、古くは、旧利根川が、かす部付近から南流し旧入間川と合流し、東京湾へ注ぐまでを指していたらしい。江戸時代の橋場の私。なお、鎌倉時代以降は、 欧州へ向かうには、あず鏡によれば、岩淵から川口へ、旧入間川を渡り北上する鎌倉街道中路お及び奥大道の経路が使われている。伊勢物語で、主人公が赴いている。日本穂高の一行が溶かした伝説も当地に伝わっている。特別展隅田川流域の古代、中世世界水辺から見る江戸東京全市のズロクでは、県隅田川を宮戸川、 分流を隅田川と位置づけ、中世においては、この定義での隅田川を国境としている。今でも、古典落語などでは、大川が出てくる。また、大川右岸、特に、東橋周辺から、筑田周辺までを大川端と称する。今でも筑田には、大川端リバーシティ21にその名が残る。荒川に面せず、隅田川に面している、荒川区が、荒川の名を持つのは、 こうした事情による、足立区と葛飾区の境界を流れ、現在は多くの区間が暗渠化されている東京都建設局、隅田川はどんな川竹部県一 2015P171 竹部県一 2015PP171172 隅田川の歩ける橋を全部渡る、朝日新聞社ウィズニズ隅田川を渡る鉄道路線では、 唯一の地下鉄路線である。ありがとうございます。